はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。サーディーボディ代表の峰岸です。はい、本日もね、はい、門本先生の話していきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で今日のテーマなんですけども、はい、今日はですね、弁護士になる方法という、はい、結構基本のところに帰ってきたという、はい、ところなんですけども、はい、まあ、世間ではね、はい、相変わらず弁護士になりたいと、はい、まあ、昨今ねドラマでもそうですし、まあ、いろんなね小説もそうですけども、まあ、はい、正義のヒーローとして活躍する弁護士さん、はい、まあ、憧れている方も多いと思うので、はいはい、まあシンプルにね、弁護士になる方法ということと、はい、あとはこのね、理想と現実とか、はい、あと現状の話とか、まあ、それはね、大学の先生にお話しいただこうと、はい、いうことでよろしくお願いいたします。わかりました。はい、でまず一つ目のテーマですけど、はい、まずじゃあ受験資格ですね、はい、どういうふうな経緯でまずなれるのかなっていうところからちょっとお話をお願いいたします。はい、まあ、弁護士になるには、まあ、司法試験を通って、うん、司法修習、後でまあ話が出てきますが、うん、はい、それを終わって、うん、その司法研修所の卒業試験、まあ、これ2回試験って言うんですけどね、うん、まあ、1回目が司法試験で、はい、研修所の卒業試験が2回目なんで、うん、2回試験というらしいんですけど、うん、それを、まあ、合格して、まあ、卒業する、うん、そこまでいかないと弁護士になる資格にならないんですね、うん、で そっから先は それぞれの都道府県にの弁護士会にその登録申請をすれば、うん、まあまあ基本的にほぼ全員弁護士になれると、うん、こういうシステムになってますんで、うん、まずその司法試験に通らないといけないということになるんですけども、うん、まあ、今のシステムとですね、うん、私がなったその40年前ぐらいの、うん、司法試験とはもう全くやり方が違ってまして、うん、今は法科大学院、皆さんお聞きになったことありますかね、ロースクールというのがですね、うん、まあ、いろんな大学に、うん、設置されてるんですね、うん、ところがもうこれがなかなかいろいろ経営難になって、うん、もうどん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 、まあ、事実上の倒産みたいになって閉鎖していってるところも多いんですけれども、うん、まあ、それぞれ その法科大学院、うん、その学部の上にあるわけですけども、うん、法学部とは違って、うん、法科大学院というのをそれぞれ持ってるんですよ、うん、まあ、京都大学とか神戸大学も、うん、阪大もそうですし、うん、一大も関西大学とかそれぞれの法科大学院というのがあるんですけどね、うん、でその法科大学院に入って卒業するというのも一つの受験資格なんですが、うんうん、もう一つは予備試験というのがありましてですね、うん、これは法科大学院行くだけの費用とか、まあ、そういうあれがないという人のための、うんうん、まあ、そのまあ、あくまでも予備試験ですよということで、うんうん、結局その、まあ、一般教養的なものも含めた、うん、そういう、まあ、法律のごく基本的な、うん、問題を出してですね、うん、それで受験資格を与えようと、法科大学院が本来の筋なんだけども、うん、そこに行くだけ その経済的な余裕とか時間的な余裕がない人のための予備の試験という、うん、自己勉強して自分で受けるという、そうです、そうです、そういうこと、一発試験みたいな、で予備試験の資格合格してからそれが司法試験の受験資格になるわけですけど ね、だから今は法科大学の卒業かその予備試験を、うん、の合格して、うん、その合格資格ということで、うん、司法試験の受験資格ができるということになるわけです、うんうん、はい、高卒の人とか例えば大学行ってない人は、はい、その予備試験を受けるそうですね、予備試験を受けるという形に なると思いますね、高卒の人とかいう話になってくると、うん、法科学、学校はそうですね、学校行けなかった人もいますね、はい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 、そういう形になります、うん、で法科大学院も、その法学部から法科大学院に行く人と、はい、うん、そうじゃない、例えば、まあ、経済学部を出てますとか、うん、工学部を出てますとか、うん、そういうその法学を勉強せずに法科大学院に行く人と年数が違うんですよ、うん、そうですね、うん、奇襲いう形で法学部から行った人は今2年かな、うん、それで結局そういう他学部から行くと3年かかるんです、違うんです、まあ、専門でやってたとこと違うじゃないですか、はい、はい、違う、はい、だから法学部の人は期間が1年ほど短い、うん、でまあ授業料かかりますんで ね、年間、まあ、100万ぐらいはやっぱりその大川大学院で、うん、まあいろいろその大学院によっていろいろあったりしますけれども、うん、やっぱりそこそこの費用がかかりますんで、
やっぱり大変だと思いますね。はいはいはい、なるほどね。まあ、現在のその受験資格というのはそういうことになってますね。なるほどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、分かりやすかったです。次2番目なんですけども、はい、2番目ですね、はい、合格後のじゃあ司法修習ってよく聞きますけど、はい、じゃあどんなことをやってるんだと、まあ現実知らない人多いと思うんですけど、はいはいはい、司法修習なんぞやって話を聞きます。はいはいはい、まあ、合格後ですね、うん、まあ、これもまた我々の時代とも全くこう様変わりしちゃったんですけれども、うん、まあ、一応その司法試験通ったというても実際のあの仕事というか実務ということに、うん、そのなって習熟してるわけではないんですよね、うん、それで一応その、まあ司法試験の合格者の中から、裁判官、うん、それから検察官、まあ、検事ですね、うん、それから弁護士、うん、こういう人がそれぞれ修習生司法修習が終わってからそれぞれの道分かれていくんですけど、そもそも司法試験そうなんです。皆さん一般的に弁護士でしかイメージないと思うんですけど、はい、まあ、裁判官とか何でも司法試験なんですよね。司法試験です。多分それ知らない人多いです。はいはい、うん、でこれはその戦後その統一修習という形で、うん、もう以前はそういう形でその裁判官は裁判官、うん、検事は検事、弁護士は弁護士という形でバラバラになっていってたんですけど、うん、戦後ですね、統一的にもう司法試験という形でやってですね、うん、ほで統一修習という形でですね、うんうん、その裁判官になろうがあの弁護士になろうが検事になろうが、うん、一応そのみんなを勉強する、うん、その裁判官の仕事も勉強する、うん、その検事の仕事も勉強するという形の統一修習という形を取ったんですね。放送3社の仕事を全部一応全部経験してみるということで、でそこからあのそれが終わってから研修所を卒業してから進路が分かれるという形だったんです。で私らの時はこれは司法試験というのがもう法科大学にもありませんし、もう全くの法学の試験でしたから、うん、もう実務的なことは一切習ってないんですよ、うん、で結局司法試験通ってからですね、うん、約2年間、うん、2年ですね、2年の間ですね、弁護士事務所に、とりあえずその、前半の時に、うん、その始まってから4ヶ月ぐらいですかね、うん、それは東京に集められるんですけど、うん、でそこから実務修習で全国に散らばるわけです。で私はまあ大阪で修習したんですけど、うん、弁護士事務所に4ヶ月、はい、それから検察庁に4ヶ月、うん、それから、裁判所にはですね、うん、民事裁判で4ヶ月、うん、刑事裁判で4ヶ月、うん、で家庭裁判所にもちょっと、うん、配属されたりしてですね、うん、要するに全部の仕事、うん、全部の仕事を全部見習いでやるんですよ。なるほど、ね、実際に法廷立つとかそんなことはできませんけれども、うん、その弁護士にくっついて法廷に行くとか、うん、それからそういういろんな書類を、うん、作ったりですね、うん、そういうこともやりますし、検察庁ではですねこれ議論あるんですけれども、うん、実際の被疑者をですね、うん、取り調べるんですよ。ああ、そうなんですね。これで、まあ、違法やいう説もありましてね、うん、拒否する人もおるんですけど、うん、まあ、万引きした人とかですね、うん、それから、まあ、放火事件とか、うん、実際にそういうことを、うん、その容疑者をですね、うん、取り調べて調書作ってですね、うん、起訴するかしないかとかいうようなことを、うん、もうその検事の、うん、まさに実際の仕事をですね、うん、経験する、うん、それからその法廷についていってですね、うん、それで法廷の横で検事の横に座ってですね、ほ、うん、でその実際の裁判の経験する、うん、それから、裁判所に行ったらですね、うん、裁判官の横に座らされて、うん、結局傍聴しながら、うん、具体的な事件の判決をその下書きを書かされるとか、うん、そういうような経験をするんですね、うん、でそれで、まあ、2年間ずるっと、うん、その、まあ、全ての、うん、その放送といわれる、まあ、要するに裁判官、うん、検事、それから、弁護士の仕事を一通りやる、うん、だから裁判官になる人もそれから弁護士事務所に行って弁護士の仕事を勉強せなあかんんですよ。ほんで、まあ、
特徴的なのはその間給料が出るんですよ。あ、うん、まあ、まあ、仕事もしてますから、ね、そうそうそう、まあ仕事をしてるというでもまあこれね自分のための勉強のためで、まあまあ、国からお金が出てくるんで、うん、これはちょっとまあまあ稀有な職業やと思いますけれどもね。でその今の法科大学院になってからはですね、うん、結局人数合格者の人数が増えたいうこともありまして、うんうん、実際今のところはだいたい1年しかやってないんですね。短くなったんですよ、うん、で一時給料が出ませんでね。そうなんですね。これも問題、そう廃止になったんですよ。で国からお金貸すみたいな貸与制いうようなようなことになったりしてね、それでそれを返せ返さないというようなことで、まあ未だに揉めてるんかな。確かにね。でまあ最近復活して、うん、大体、調べてみると、まあ、13万4万ぐらいの、うん、一月ですね、うん、まあ、給料が出てくるようです、ね、まあ、それぞれの地域によって多少手当とかなんかあって、うん、違いがあると思うんですけど、うん、1年間、うん、そういう形で、うん、収集をしていく、うん、で先ほど言ったのは私のその、2年の時代の話ですから、はい、うん、今のはかなり変わってると思います、ね、うん、収集自体が、うん、まあ、最初の1ヶ月ぐらいその今は埼玉県の和光にあるんですかね、基本保健所に集められて、導入収集みたいなのをやって、そこから、まあ、実務地にそれぞれ配属されて、ここでまた最後は集められて、それから、最後に2回試験という卒業試験を受けて、で、それで、まあ、放送資格、そこからそれぞれその検事、ね、はい、裁判官、うん、弁護士というふうに道が分かれていくわけ。自分で選択できるんですね。できます、うん、ね、で一応できるということになってます。で12月に始まって大体今12月に終わるという形になるんですかね、うん、ただ来年からちょっと制度が変わってきまして、あ、ま、はい、今はですね、今までは、うん、その法科大学院を修了した人間でないと司法試験に受けられなかったんですよ。で法科大学を修了するのは大体3月ですから、うん、3月末で卒業しますん で、うん、でそこからまあ5月ぐらいの司法試験 までの間、うん、まあ言うたらプータローなんですね。まあ確かにね、修了しないと受けられないというシステムだったんですけど、うんうん、来年からはですね、うん、在学中でも受けられる。そうなんですね、もう終了することがもう翌年の4月までにその終了することが見込みがだというようなことはその大学院の方でその証明してくれるような人については受験を認めましょうと。前倒しですね。前倒しです。で結局そのためにまあ7月ぐらいから7月に司法試験をやって、うん、それで11月ぐらいに発表とかいうような形になってくるんで、うん、多分ずれていくと思うんですけどね、はい、だからちょっとシステムが変わるらしいです、うんうん、ね、はい、だからまあちょっとその、はい、そういう形で、まあ、その収集というのは、うん、位置づけられているわけです、うん、で先ほど それぞれの判検事の、うん、とか弁護士の道っていうそれぞれの希望通りになるんですね、うん、という話があるんですけど、まあ、弁護士は大体もう2回試験司法研修所の卒業試験通ったらもうそれぞれ の弁護士会に申請したら、まあ、大体登録されます、うん、で検事ももう大体ですね、うん、もう事前に収集の間にまあ、うん、まあなんというかこう青たかりみたいな、うん、そんなんがおそらくなされてると思うんですけど、うん、我々の時代でもそうなんですけど、うん、もう君どうというような、うん、引きがありましてね、スカウトがあって、はい、でそれで結局もう進路決めてるんですけど、うん、裁判官の場合ですね、まあ今はちょっと聞かないですけど、うん、その終わってから最高裁判所に、まあ、裁判官ですから、うん、最高裁判所が採用するかどうかを決めるんですけど、うん、その任官拒否っていうのが時たまあるんですね、うん、こうやっぱりそれまでの経歴の中で、うん、こう非常にこう
まあ、左翼的な運動をしてたりですね、いろんなことをしたことによって、うん、結局そのちょっと思想心情、まあ、それで採用してないとは言いませんよ、うん、あ、不採用にしてるんやとは言わないんですけれども、うん、その、そうとしか思えないような、うん、ような拒否事例があるんですよ。あの、まあ、最近だと箕面の中古品訴訟を、うん、というのがあるんですけど、まあ、これは箕面市が中古品を建てたということが憲法違反かどうかというようなことで争われている事件だったと思うんですけど、うん、それでその、まあ、学生時代からもうその、その意見を主張する側のそういう運動に携わってた人がですね、司法試験通って修習生になって、それで裁判官になりたいって言ったら拒否されたと、うん、ような事例があるんですね。こういう時で時たまそういう任官拒否の問題っていうのが、まあ、争われるケースがあります。まあ、たまにですね。まあ、それはもうごくごく例外ですね。まあ、特別な次第だけどね。例外ですね。でも、まあ、そういう形で、まあ、なってるんで、この司法修習生でなかなか分かりにくい、そうですね、一般の人は分かりにくいですよね。何してる人という感じで、分からないと思いますし、その結局その判事検事裁判官に、どうなろうと、その一通りのことを全部放送のあれを、まあ、共通に経験しておくべきやということで、まあ、戦後発足した制度なんですけどね。はい、分かりました、ありがとうございます、はい、どうも、はい、最後ですね、これ一番大きいテーマなんですけども、じゃあ弁でベテラン弁護士の花間さんから見まして、はい、じゃあどんな人に今後ね弁護士になってほしいかと、まあ、いろいろね普段話聞いてるんで、思いの丈をちょっと喋ってほしいんですけど、まあそうですね、まあそのね、まあそれはもう弁護士になったらですね、そのまあ社会的地位が高くてお金がどんどん儲かるみたいな思ってはる人がもう圧倒的に多いんですけどもね、認知はそうと思いますけどね、しかしやっぱりね、こう、まあ、こう困ってる人をね、こう助けるというか、もう幸せにしてあげるということをやっぱり使命にする、それがやっぱり一番大事なことなんだということですね。揉め事で本当に困ってるような人を、まあ助けて、ね、まあ、その幸せにしてあげるというか、うん、まあ、おこがましいことかもしれませんけどね、うん、そういうことをやっぱり使命に持ってもらいたいというふうに思います。で、そのね、まあ、それはね、お金儲けとか、うん、そういうのを思わはるかもしれませんけども、うん、しかしね、弁護士の仕事って本来的に儲からないんですよ、うん、本当に、うん、なんか事務所に座ってたら天井からお金落ちてくると思ってある人も時々、うん、いてあるんですけど、うん、そんなことないです、うん、それはね、まあ、結局そういう形でね、いろいろ金儲け的にこうやろうとすれば、うん、それはできないわけではないです、うん、それはね、もうそれは相手の人はもう分かりませんから、うん、それが高いのか安いのか分かりませんし、うん、システム分かりませんので、そういう形でまあね、うん、まあこれが相場ですと言われれば、それはハラハラハラしゃあないかもしれません。しかし本当はですね、弁護士の仕事なんかね、ある意味で儲からないです。だってね、離婚事件で着手金20万か30万、まあ大きい金と思われはるかもしれませんけど、もらったとしても、それが4年も5年も続いたらですね、これまあ言うたら変な話ですけど、コスパ的にどうなんですかね。だったらね、月何千円とか。そうですよ。ここでそれを終わってですね、これ全然そのね、やった成果が全然得られないという話になると、うん、日本の着手金成功報酬システムだと、うん、報酬はゼロですから、ね、あ、ね、そうすると着手金しかもらってないわけですよ、まあ、実費はともかくとして、ね、5年かかってこれ儲かります？儲かんないですよね。儲かるわけがないと思うんですよ ね、 かね、だからその儲けようと思わはるような人はですね、もう弁護士は儲かりませんよというふうに思ってください。だから儲けようと思うんだったらね、他の
もう起業家にならはるとか、もう外資系の会社に行ってガバガバもらえるような会社に行かはってお金儲けをしはったらどうでしょうか。でこのね、人が苦しんでることを利用してですね、ものすごい金を集めようとか、で事件をどん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 、まあ今インターネットの時代ですから集めてきてですね、その儲かるような仕事だけをピックアップするような弁護士も結構多いんですね。お金稼ぐならそうなってきます。そうですよね。それでこうとさっきも言いましたように、お金の相場が分かりませんから、もうものすごいふっかける、もう考えられへんようなお金をですね、必要ですいう形で言って集める。それはもう一般の人分かりませんからね、高いかどうか。もう一生ね、弁護士なんか会ったことないような人ばっかりが日本の、まあ現状ですから、生まれて初めて弁護士に頼みますというような人が多いですからね。そうしたらその弁護士が、着手金500万ですって言われたらですね、そんなもんなんかにあと、こう誰でもね、もうまあ一応国が保証した弁護士バッジつけてますから、そんな人がそんな嘘つかないやろうと誰でも思いますよね。そうしたらもうそれはだまくらかされますよね。確かに、はい、でそういう形でやればそれはお金集まってきますよ。儲かるでしょう、どん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 。しかしそんなのじゃないということでやるとですね、儲かる仕事じゃないんですよ。だからお金儲けをしようとか、偉くなりたいとかということで、その弁護士になるっていうのは、そのもう間違いです、まあ、本当に苦しんでる人をその、ね、幸せにしてあげようというか、助けてあげよう、何とかしようということを一緒に、まあ考えて苦労しながらやっていくということをやっぱり使命として思う人、そういう人にしかやっぱり、なったらあかんと思うんですけどね、私はね、まあ映画を言うようですけれどもね、まあこれはまあどんな仕事でもやっぱりそうやと思いますけどね、その仕事を通じてやっぱり人を幸せにしてあげようという気持ちがないと、それはほんま何のために仕事してるんですかというふうに思いませんか。やっぱり人を幸せにするということがやっぱりベースやと思いますね、はい、お金儲けしようとか、夢になりたいとか、偉くなりたいとかいう人は、他の職業を選ばはった方が、いいと思います。特に今いろんな仕事ありますからね、はい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 、なんぼでもお金儲けはできるんじゃないでしょうか。確かに弁護士さんの仕事ってね、はい、まあ、その内容もそうですけど、めちゃくちゃ時間と労力かかりますもんね。かかります。で考えたら安いですよね。いや、ほんとやって揉め事をしてるわけですよ。揉め事でもう毎日毎日、まあ言うたら戦争してるんですよ。毎日喧嘩ですもんね。もう毎日言葉による戦争してるわけです。ストレスしんどいですもんね、まあ、これね、私の同期とかも周りでもね、やっぱり意外とね、50代60代で死ぬ弁護士多いんです。これ見たら知っといてほしいですけどね。もう最近でも早死に多いんですよ。もう私も最近ではもうほんまに事務所 のすぐ上の弁護士、それから大学の同期の弁護士、それからすぐ高校の後輩の弁護士、これ相次いで死んでいってます。これみんな60代、あるいはしかも62とかいう、まだまだねってことですね。若さなんですよ。意外と皆さんご存じないかもしれませんけど、その60代50代60代っていうのは弁護士の鬼門なんです。やっぱこれなんでか言うたらね、やっぱり毎日毎日喧嘩してるからです。考えたらえぐい仕事だと思うんですけどね。毎日毎日喧嘩なんですよ、ほんまに。そんな物事スッとなんか行くわけないです。必ず相手方がいてて、これ敵ですからね、敵対関係ですから、まさに敵対勢力ですから、我々がやろうとすることを常に阻止しようと、反対勢力なんですからね、妨害もいっぱい、妨害するわけですから、それがね、うまいこといくわけないんですよ。そこをかいくぐってどうやってやるかいうことをやってるわけですから。考えたら絶対僕無理ですよね。これもうストレスの塊になる。そうですよね、と思うといてください。その結果ね、お酒飲みすぎたりとか、お酒飲みすぎたり、タバコ吸ったり、ご飯食べすぎたりして、もうなんかね、私の知り合いなんで、もう学生時代でも
もう細い人が壁みたいな体になってる人いてますけど病気になってきますね。そうです、それはもう不健康極まりないですよ。で夜遅うまで仕事してますしね、みんな土日もなくて仕事してることももちろんありますからね。それは全然そんな本当にサラリーマンさんとか公務員さんみたいに何時から何時っていうような、まあそんな仕事ばっかりじゃないと思いますけど、その弁護士なんかいうのはもうそんな土日もなしで仕事してるっていうのはまあ別に全然珍しくないですからね。普通になりますからね皆さんもね、まあ、夢と希望あると思うんですけども、はい、まあ、そういう現実もあるということを知った上でまた考えてほしいなと、はい、ということで今日は締めていきたいと思います。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、また次回の動画でお会いしましょう、はい、はい、さよなら。